クもン、イくもんで有名な、あの、くも式なんですけど、別にあの、えくもん式のネガティブキャンペーンをやりたいわけでもないし、えー、なんかくもん式のライバルからお金をもらってるわけでも何でもありません。これは、僕がもし、えー、そういった、なんか小、小学生とかの子供がいたとしてクモン式に通わせるかっていうと、絶対通わせませんっていうだけの、僕の個人的な見解でございます。えー、今日はですね、 熊本式の問題点について、私なりの見解を述べたいと思っております。 え僕はですね、実はあの、ずっと小学校、公立の小学校通ってたんですけれども、ずっとテストの点はほぼ満点でですね、一番早く何の問題でもですね、他のクラスメイトには負けずに解いてたんですけど、唯一ですね、小学校3年生の時に出てきた筆算ですね。筆算の問題でですね、解くスピードで負けてしまってですね、ちょっと悔しくて、なんでだと。 なんで俺は負けるんだということで、2、3人の生徒だけに負けたんですけど、圧倒的にそいつらだけ早くて、なんじゃそれはって聞いたらですね、苦悶式の塾に通っているということで、なんだその苦悶式はということで見に行きました。そしたらひたすらですね、その筆算のドリルを解いてるわけですよ。えー、その早く解くためのテクニックを教えるという、誰にで、誰でもですね、えー、早くその計算ができるようになるっていうテクニックを教える塾だったわけです。 えー、そのやり方を見てですね、テスト問題、これ体験入学なんかで、テスト問題も解かせてくれるんですけど、そのテスト問題解いて瞬間に、あ、これ反復練習したらそれは早くなるわということで、別に何も本質的な、あその頭の良さとか関係ないってことが分かったんで、別に入学もせずにですね、えー、くも式の簡単なメソッドだけ覚えてですね、筆算やったら全然勝てたんで、あ、もういいや、ということで、くも式式忘れてしまったんですけれども、その、 例えば、クラスでですね、テストの点を良くするとか、なんか入試の計算スピードを速くするとかですね、そういうことには当然役に立つんですけど、そんなのもう必要ないじゃないですか。そもそも計算機があると、パソコンがあると、コンピューターがあると、スマホがあると。えー、そんな時代にですね、自分で計算を速くする必要なんか絶対ないわけですよね。 で、それによって、なんか自分は中途半端にですね、勉強ができる気になって、勉強が好きになって、頭悪いのに勉強頑張っちゃって、えー、全然結果が出ないっていうことにもなりかねない。なんで俺は基本式でこんな頑張ってんのに、えー、ダメなんだと。いや、それはだって、本質的な、えー、勉強のやり方を、 勉強のやり方をですね、工夫できる頭を持つとか、そういうことに対して訓練をしてるんだけではな、なのではなくてですね、これ単にテクニックを教えてるだけなんで、えー、まあ早く走るテクニックを教えてるようなもんですよね。でも、その理論が分かってないと、あるいはその、早く走るための理論を考えられるような子供でないと、これからですね、 えー、社会が変革してる時代にですね、必要なくなるわけですよ。計算のスピードなんかコンピューターが早いに決まってるわけだし、人間が、人間しかできなかったような複雑なあ要素を、えー、含めたあ計算的なものも、もう AI の方が早くなっちゃうわけですよね。で、そんな時に人間が必要とされるスキルって何なんだよと。 物事を本質的に考えられる能力だったりとか、あるいは人々とうまくコミュニケーションする、えー、人間になることなんじゃないかなというふうに思います。つまり、そんな、えー、要は計算が早くなるテクニックとかですね、そういったものをですね、教えるような塾に通うよりはですね、もっとみんなと遊んでですね、 え、仲良くなるスキルを身につけた方が全然いいんじゃないかなと思います。特にですね、僕、学習能力の低い、えー、子供たちにですね、勉強を教えてもですね、伸びがほんとちっちゃいんですよね。能力高い人って伸びしろも大きいんですよ。だから要は、伸びし、くも式やってることって伸びしろがちっさい人に、なんか、フェイクで、えー、ちょっと、 あの、学力がついたように見せるような感じのテクニックを教えてるに過ぎないんで、昔は役に立ったかもしれない。例えば工場のライン工だったり、スーパーのレジ打ちだったり、そういったものが早くなるようなスキルを教えるような塾で、昭和にはすごい役に立ったのかもしれないですけど、今の世の中ではあまり意味はないのかなというふうに思ってますんで、僕は、僕のこれは見解ですけれども、なんか子供たちに ええー、なんか何習わせたらいいのか、なんていうふうに思ってる、えー、おあの、親、ごさんたちはおお、親の方々はですね、くもん式は行かなくていいのかな、っていうふうに僕は思っております。ええー、まあ僕がですね、親だとしてもですね、なんか、くもん式に通わせてんだけど、宿題やりたがらないとかですね、それは当たり前だよ、だってつまんねえもん、あんなの。あんなつまんねえことをですね、いやいややらせる親なんか、マジで最悪だと思います。 まあなんかもうすでに通わせてて、危機として、え解いてる、やつがいるかもしらんが、それは、その子にとって、いい将来はあまりないと思うぞ、っていうふうなことだけは言っておきたいと思います。僕はこういうふうに考えて、そういうふうなことを言っております。別にあの、ええー、式のネガティブキャンペーンをやりたいわけでもないし、えー、なんかくも式のライバルからお金をもらってるわけでも何でもありません。これは、僕がもし、えー、そういった、 なんか小、小学生とかの子供がいたとして、苦問式に通わせるかっていうと、絶対通わせませんっていうだけの、僕の個人的な見解でございます。